全員。いや意味が分からない。いただきます。やばい、校内が大変なことになってますね。社会人になって楽しかったな。いろいろ行ける場所が広がったと思います。学生だったら近い場所で遊ぶことが多かったりするけど、社会人になると自分の自由ができて、いろんなところで遊ぶことができる。犬がいてます。すっごいバイトしてました。ひたすらバイトして、お金貯めて、貯めて、貯まったら使って。そうそうそう、私もそう。竹本さんに救われました。私練習してきてたんですけど、相当助けられました。なんかテレビで見るのとは決してない一生飲みたかったです。